それでは行きましょう。2回連続勝負手リーチが2回ともかわされて、ちょっと気分の悪い状態で迎えたトン3局。まあ、ハイパイビルとトントイツでちょっと楽しそうだなと。チューン引きました。まあまあまあ、さすがに本一にしますねとなり、まあまあ本一にしますねとなり、まあ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 やってるじゃないですか。で、ここでチューン引いて、もう、おうおうおうってなって、白引いて、ここですね。ここで何切るか。普通、ローソー切るじゃないですか。普通に考えたらね。だって、チーワン、スーワン重なった名本チートイテンパイですもん。普通はローソー切るわけですよ。ここで、こう。これ。この1だ。これはね、面白かったですね。面白い。うん、面白いし、なんか、これがあって上がれた気がしますね。正直。これ、まあ、普通に考えたら、もう名本チートイのイージャンで、なんかローソー切るわけじゃないですか。で、ここで数案切ったんですよ。で、これの意図は、もうトンペイ白地は全部もう泣く手になったわけですよね。泣く手になったんで、じゃあこれローソー切ってポンして、チーワン切ってポンして数案って切ると、ああ、本一とかトイトイテンパったなって結構思われて字出なくなっちゃうけど、これ、数番を挟むことによって、なんか、何やってんのかな、本一じゃなさそうだし、トイトイかな、それとも普通のとかよくわかんないけど、遅いとかもあんのかなとか、いろいろ考えさせられるんですよね。いろいろ考えさせられると。で、これ数番切ったのは多分パーワンとか引いたら、ローソー切って、役ハイポンしてペーペーとかとして、6級ワンとかでは行こうとしたとかはあると思いますね。チーワンと数番は多分僕は数番切った方がいいかなと思いますけど。うん。だからどうせ、まあ言うたら、もうスワブチームワブローソーもいらないんだよ。トンペイ、ハクチュンのうち3つ出れば上がるわけですよ。2つ泣いて1個上がるみたいな。で、じゃあ、1個泣いた後に少しでも2個目が出やすいのはどうかと考えたら、このローソーを切ってポンしてスワンとか切るんじゃなくて、ポンした後に、ここでスワン置いとくことによって、このペイを泣くじゃないですか。で、ここでローソー切ると、ん?ってなるじゃないですか。例えばこれ、周りの人から見て、これ、例えば太郎さんの視点でいくと、数案切ってるかペーポンしてローソン切ったわけですよ。なんか、変ですよね。なんだこれって。本一、数案とローソンの切りって本一じゃなさそう。で、自敗絞られる確率はもうローソン切ったって数案でも一緒なんですよ、基本的に。基本的にこれは自敗が目立つ捨てない牌なんですけど、まあ、ちょっとでも、泣きやすくするには、こっちの方が僕は、強いかなと思うんです。これ例えば僕が太郎さんの立場だったら、2ワンの後ローソー切りで、ああじゃあ少なくとも今普通にテンパイしてることってあんまなさそうだなと思って、これローソーの後にウーソーとか出てくるイメージなんですよ。6、5って切ってきて、ペー泣いて無理やり本一かトイトイに向かったんだなと思いそうなんですよね、僕なら。でこのローソーだけでは、この後多分、ウーソーとかローソートイトとしか入るんだろうなという想定でいるんで、自敗は今なら切っちゃえって多分、僕なら切るんですよ。まだ張ってないっしょって言って。でも、ローソーだと数案なら、あ、マンズのホイズもう余ったかもしんない、じゃあ何も切らないで怒ってやるんですよね。僕だとしたらですよ。他の人はどう考えるかわかんないけど、僕だとしたらこの数案だとポン出しローソー見て、まだ張ってない。なんかローソーだとウーソーとか、ローソーだとローソーとかが出てきそうなイメージがありますね、僕的に。うん、で張ってるとしたらウーソーとなんかのシャンポンのトイトイポンテンだけど、まあ、その可能性とそのローソーだとなんか出てくる可能性、どっちの方が高いかなと思ったら、まあ、ウーソーとなんかのシャンポンだとしても、ウーソープラスもう一個はもう一種類しかないんで、あれにそれでも自敗あんま足んねえだろって言って切りそうなんですよ。うん、だからね、この切り順はね、僕、うまいなと思いましたね、かなり。うん、こうされるとね、自敗はね、今なら切っちゃいそう、僕はね。僕がこれやられたら、本当にやられたって思いますね。で、朝倉選手はね、やめたんですけど、その理由が、何枚あんねんってことですよ。白、初、おいおいおいと。で、シャーボ一枚入れ。ちょっと、無理ゲーちゃいますかと。これはね、結構当然のやめかなと思いましたけど、僕は。うん。まだ張ってないかもしんないけど、まあ、大体自敗が欲しいわけですよ。無理だろと。こんな持ってちゃ。少なくともどっちかかなりポンされそうだし、これはね、しかもドラの両ピンもあるし、うん、これは、
なんていうんですかね、まあ、ルミ選手の手がどうかを見積もるのは置いといて、もう自分が終わってるんですよ。もうこんな持ってたらさ、無理じゃん。ということで、朝倉選手のはね、これはね、いや、これはね、褒めてあげてって書いてるんですけど、これをね、褒めるのはね、朝倉選手をね、ちょっと逆にバカにしてますね。おっかり行くやつおらんやろ。こんな自敗持って。これはもうベタ折りですね。ベタ折り。で、これがどう影響したか、太郎さん、ここでトーン切るか迷ったと思うんですよ。なんだこのペーポーンって思いながら。ただ、ちょっと、ここは前でも一旦キューピン切って様子を見ようと。僕もわかります。これで一旦ね、ローソーだと何か出てくるのか、それともなんか、つぼ切りかを見たいんですよね。やっぱり。そうしたら、C1 出てきたわけですよね。ん？ってなって。まあ、ここで太郎選手も、ん？ってなったと思うわけですよ。C1？ なんだこの捨て牌はと。だからローソー数は C1 ならもう、マンズの本越とか余ったのかな、できたのかなとかで簡単なんですけど、この数はローソー C1 のこのローソーが、サンドイッチされることによって、何やってんのこの人ってなるわけですね。なんだこれって。まあ、少なくととりあえず自敗が一個ぶれてないから、まあ、トイトイかちゃんたか。そう。で、ややこしいこと考えたら厄介やばいんですけど、問題はどのくらい進んでるかがよくわからないんですよ。この切り順だと。まだイーシャンテンでもおかしくないし、なんならまだリャンシャンテンでもおかしくない。ただテンパイでももちろんおかしくないと。でよくわかんないんですよね。なんかわかんないけど、まあ、ペイから泣いてるし、自敗が欲しいんだろうけど、どんぐらい早いんだと、この人、と。で、太郎選手は、とりあえず、まあ、両ピン切ることはないかなと思って、ウーピン一旦切ったわけですよ。そして、E ピン、つぼ切り、わからんヒントが出てこないとなって、三蔵引いて、ここでまあ、決断ですよね。ここでトン切らないです。多分もう一生切らないんで、ここでトン止めて、もう、よくわかんないから降りるってやるか、ここでトン切ってよくわかんないから行ってやるかっていう。ポンで許してくれって感じ、そうっすね。これまあ、ポンされてもまあ、安全牌はいっぱいあるし、戦えそうじゃないですか。マンズの堂々高めた方が自敗出やすくないですか？トイテーブされた方が自敗止められそうだとマックス役まで見る。まだ、中野捜査が言ってるように、言ってるのもあるんですけど、やっぱりこれ、ローソーの後、数案が出てきたら、マンズの方一テンパイに見えて、字がね、止まりやすくなっちゃうと思うんですよね、僕は。数案の後、ローソーだと、なんかよくわかんないけど、まだポンで済みそうだなと思って出やすいと思うんです。だから僕はこの切り順はね、激キーだと思いますね。太郎さん、これ、キステハイ逆だったら絶対トン切ってないと思う。ローソーの後、ペーポンして数ワン切って、その後照らし G1 とかだと、絶対にトン切ってないと思う。この数ワン、ローソー、G1 のせいで、マンズ無駄に止めさせるメリットは小さいですが、これはね、これルミさんのってね、はっきり言うとね、来てほしいんですよ、みんなに。もう勝負手なんで、もうみんなにベタ折りされるんじゃなくて、みんなにもう自敗とかペンって軽く切ってほしいんで、スーワン、チーワン、ローソーの順は、あれなんですよ。スーワン、チーワンって切った瞬間、マンズの本質テンパイかと思われて、元から自敗出ないんですよ。その後ローソー出てきたらなんか変だなってなるんですけど、ベストはこのスーワン、ローソーとする、このローソーの瞬間に相手をわけわかんなくするということですね。で、わけわかんないから止めようとなるのが、こんぐらい悪い手の人で、太郎選手の手も別にいいとは言えないんですが、これはまあ太郎選手の性格とかいろいろ込みで、よくわかんないから行っちゃえっていうことだと思うんですよね。これね、逆だとね、ローソーだと数段チームはね、さすがに出てないと思うんだよね。普通のマンズ本一テンパあるから。そう、張ってるかどうかがね、わかんないっていうのが大きいですね。この手順だと。なんだろうみたいな。そう、手自体はね、結構しょうもないわけですよ。ただこれが別に、論って言われないならまあ切ってみてもいいかなっていう。まあ、これさえ切れれば、だって数ワンが通ってるし、三層も通ってるから、別に自然にね、チートイツテンパイもあるし、カンチーワンチーとかして上がりに行こうもできるんで、まあ、とりあえずこのトンがロンって言われなければ、いけると。で、例えばこの捨て牌で、今回さ、ルビ選手の手がこれだったから、トン行かない方がよかったねってなるけど、まあ、全然ね、こんな捨て牌でバラバラなこともあるわけじゃないですか。だからね、このトンは、別に止める人は止めるし、行く人は行くなっていう感じで、朝倉さん想定より安かったくらいって言ってて、このトンロンしてさ、1万2000より高いことはもうほぼないでしょ。ほぼないでしょ、これトンロンして1万円。もうだって何2枚切れて少数紙もほぼないんだから。ブラフの可能性もあるわけですよ。遠い遠い遠いかもしれないし、人呼び出たら変わるかもしれない。そう。
お高で叶えた形と個人的に思っちゃう人もいるんですけど、ただ見てるとやっぱり薬杯とかでペー泣く人もいるし、まあ、分かんないんですよ。とにかくね、麻雀ってものは。だから自分の手が見合うかどうかを入れていくと。これはどっちの人、切る人と切らない人どっちが多いかよく分からんけど、まあ太郎さんは大体トーン切るなとは、タイプだなと思ってました。アサピンから初で第三件が追走に。いやでもそうだけどさ、こんなに持ってんだよ。だから小数詞ないじゃん、シャーシャー何持ってるから。ほぼできないじゃん、追走。嘘だ、トーンロンで1万2000だよ。おお、思ってるやつや、嘘。それはない。E ピン粒組でトーン切れるはないですね、それはない。このトーンでロンとかポンされるのがバカらしいと思う人は切らないし、このトーンとりあえず、このよくわかんない仕掛けに親で折るのがバカらしいと思ったら切ればいいということで。まあ、太郎さんはトン切って、ロンって言われて、1万2000って言われて、ああ、最悪の方が来たなっていう感じですね。だからね、早く切ればよかったんですけど、だから様子を見たいですよ、ちょっと。ちょっとどんな感じなのかなって様子を見たいっていう感じです。で、様子を見た結果、よくわかんないまま継続になったんで、じゃあ、よくわかんないなら切るかっていう感じだと思いますね。だからこれはね、そう、レンジ広い捨て牌なんですよ。老僧の後数番中番だとね、マンズ本一転敗の可能性が浮上しちゃうんで、トーンがね、余計切りづらくなりますね。この捨て牌によって、まあ、ほぼ取り手がちゃんたになるんですけど、そうしたら、転敗がいいシャンテンかよくわかんないな、ということで。これはね、ルミ選手のこの、数番、この瞬間の名本チートイは、逃すんですよ。ここで老僧切らないことによって、数番チートイは引いた名本チートイは逃すんだけど、この数番先の方が、数番先ロースマトルが上がりやすい、泣きやすいと判断していったのが来ましたね。これがね、この数番ロースの切り順が効いた。そして、見事自力で引いて、ロース数番 C1 だと多分出てなかったトンチュンを、捉えたということですね。はい、これが効きましたね、見事にね。